はいどうもこんにちは、フィギュア大好きと一貫です。今回はこちらのフィギュアのご紹介です。アルターから発売されましたアズールレーンよりセントルイスでございます。はい、なんかですねすごい人気があるみたいなんですけれども、このフィギュアで、なぜそんなに人気があるのかと皆さんに聞いてみましたら、一番多かった答えが短いスカート、スカートと言いますか、非常に丈の短い衣装を着ていまして、でそこから見えるお尻がですね、非常に魅力的であると、そういうことらしいです。他にもですね、豊満なお乳とか、あとは顔がね可愛いとか、とにかくねアズレンらしいエチエチフィギュアということらしいです。でこちらのフィギュア、スケールは1/7、全高がね約260mm あります。高さとしては結構ありますよね。で販売価格が税込みの3580円と結構なお値段がいたします。それでもね、以前に紹介した同じくアズレンのプリンツオイゲン、あれよりは1万円ほどお安くはなってます。ただこちらのフィギュアは軽装バージョンなるものもございまして、背中に背負ってる偽装のないパターンのものですね。でそちらだと税込みの16280円と、かなりねお安くなっております。なのでこれ単純計算すると偽装だけで14300円になる計算です。なんと偽装とボディ単体とでそんなに金額が変わらないという事実。それだけね偽装ってかかってるんですね。そういうことですよね。前回のプリンツの偽装もそうでしたけど、かなりね作り込んでいましたからね。なので今回のセントルイスの偽装もかなり気になるところでございます。でこのフィギュアも本体と偽装では別々の方が担当されていまして、本体の原型をヤドカリさんが、偽装をウサギさんが、そして本体の彩色を鉄森さんが、偽装の彩色を三浦さんが担当されています。それぞれをそれぞれの職人さんが担当されているということですね。で今回も本体および偽装の方をじっくりとレビューしていきたいと思います。ではね開けていきましょう。はい、でこれが説明書ですね。このように折りたたんであった、結構ありますね。やっぱり偽装を取り付ける分このように結構ね情報量があります。でこれがブリスターの状態です。ちょっと回してみましょうか。はい、でこんな感じでですね、後ろの方に偽装が入ってます。でこれまたあれですね、ここわかりますかね、針金がねついてます。またこれもプリンツオイゲンと一緒で針金で梱包されてますね。それだけ壊れそうなパーツが入っていると、そういうことですね。じゃあブリスターも開けていきましょう。まずこれを先に分離させた方が良さそうかな。ちょっと本体を先に見てみましょうか。よっ、硬いな。あれ、こっちはあれだよな。針金ついてないよな。硬て、この間のプリンツも硬かったけど、これも硬いね。硬て。あれ、これなんかあれだな。絶対これあれですよ。台座がパカーンって飛んでいくパターンだから、先に台座は取っちゃうと。はい、こんな感じですね。あ、綺麗ですね、台座ね。後でちょっとじっくり見ますけど、綺麗な台座です。てかこれ、プリンツと同じデザインですよね。よし。フィギュアがバーンって飛ばないように。よし。しかしこれ、なんで最近あるとはみんな硬いの？ちょっと待って、危ない。飛んでいかないようにね。よし。で、見えてるな、なんか白いの見えてるな。これ分かりますかね。この子、これあれかな、白く見えるのはパンツなのかな。見えてますね、ちゃんとね。でもなんか足長そうだな。はい、こんな感じですね。で、あれですね、ちょっとこのビニールを取らなくちゃいけないから、一回これ、首取んないとダメですね。パーツを壊さないように。発想に、おっと、いきなりこっち、ボディが外れんのこれ。多分あれですね。偽装を取り付けるために、多分ボディが外れるんでしょうね、多分ね。
頭も外すと。よいしょ、よいしょ。何かの、おっと、取れた、取れた。そんな硬くはないっすね。たら、頭を戻しての、で、ボディも、で、ここもね、保護ビニールついてるんで、これも取ってと。で、ボディを戻すと、よいしょ。はい。いやー、セントルイス、縦に長えな。いや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 、でー、チラッと。まあ、早速なんですけど、いや、すげえな、これ。どうなってんだろう、これ。あのね、まあ、あんまり、見せるとまた YouTube に怒られるんであれなんですけども、前の方から見ると、まあ、中にね、白いの履いてるんですよ。まあ、これが白いのが、パンツなのか何かはわからないんですけれども、後ろから見るとね、まあ見えないんですよ。まあ食い込んでるんでしょうね。ティーバッグで、まあこういう服なんで、おそらくティーバッグで、食い込んでて、まあ見えないと、入っていないように見えると、まあそんな感じになってますね。いや、素晴らしいですね。そうそう、あと透け感があるんですよね、この、服とかに、ここら辺わかりますかね。この、ちょっと今照明がきついんでね、ここも後でゆっくり見ますけれども、ここら辺の、まあ、透け感、まあ、実際に透けてるわけではなくて、ここら辺に肌色で上からシャドウを吹いてて、まるで透けているかのように見えていると、そういうことですね。で、衣装はま、若干のテカリ感、光沢がある感じで、で、でもやっぱりあれですね、その、この絶妙なやっぱお尻の見え加減ですね。うん。なるほど。あ、で、あと顔だな。そう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 。視聴者さんね、顔もいいんですよっていうね、意見もたくさんありました。ああ、なかなか、美人さんですよね、セントルイスは。穏やかな顔をして、で、僕もちょっとね、そのゲームはやってないんですけども、YouTube でその、セントルイスのボイスとか、聞いたんですけど、結構ね、大人っぽいんですよね、この人ね。うん。あとね、髪の毛がかなりね、光沢があるというか、なんて言ったらいいかな。若干、パールが入っているのかな。まあ、輝きのある髪の毛になってますね。うん。非常に綺麗です。いやー、で、このボディだけでいくらだっけ ?16000 円ぐらいでしたっけ。まあそう考えるとやっぱりね、アルターのこの手のフィギュアでその金額っていうのはなんかお得に感じますよね。うん。いや、いいんじゃないでしょうか。そしたら今度は義装の方ですね。これは着ていきたいと思います。で、針金をね、取らなくちゃいけないんで、これがちょっと面倒なんですよね。で、今回もですね、このペンチを持ってきたんで、これを使ってね、開けていきます。で、ほどいたら、こうやってつまんで引っ張れば、よいしょ。こんな感じでね、抜けますね。これ取るの大変な人がいたら、これね、ハサミで切っちゃっても OK ですからね。てか多分ね、ハサミで切るのが正解なんだと思います。ただ僕はそのハサミの刃が、悪くなっちゃうのが嫌なんで。はい、取れました。で、これも硬いのかな？あ、これもテープでくっついてるのかな？よいしょ。あ、こっちのブリスターは、うん、普通ですね。そんな硬くないです。あー、なんかあれですね。発泡スチロールに、こう、沈んでるっていうか、埋まってるというか、そんな感じですね。これもなんか綺麗だな、これ。おー、あ、これごと取れる。これごと取れます。はい、で、ちょっとこれから出してみますか。これは大丈夫かな。なんか壊れそうで怖いですね。あ、動いた。なんか動いた。動いた。あ、動いてる。動いてる。ちょっと動いてる。動いてる。ちょっとわかりますかね、これ。ぷかぷか動くの。これ動く、動くっていうか固定しないんだ、これ。かなり柔らかいんですけど、これなんかもう重力で、自重でこう勝手に動いちゃうんですけど、これこういうものなの？はい、で、これ説明書なんですけど、説明書にもはね、まあ、動くとは書いてあるんですけれども、なんか固定するとかそういうのは書いてないっぽいですね。うん。で、確かね、なんか視聴者さんが、
なんか右と左で違うはずのものが同じものが入っている不具合が結構あるとかって言ってたんですけど、それがこれのことなんですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、まあいや、とりあえずこれを見ていきましょう。でまずですね、これが動きます。ここら辺の関節が、関節っていうかこんな感じで、まあこことこことこことここの関節がそれぞれ動くっていう感じですね。はい、結構ね、柔らかいです。こう、ぐにゃ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 動く感じ。ガンプラみたいにカチッカチッって止まる感じではなくて、ぐにゃぐにゃ動く感じですね。で、さらにですね、方針、方台も回るらしい。あ、回りますね。こんな感じで。わかりますかね？ここの方台が回ります。ここも特にどっかで止まるっていうストッパーがあるわけではなくて、とにかく、まあ、回りますね。うん、これもね、なんだろう。まあまあまあ柔らかい。まあまあは柔らかい。うん、これはまあ固定するけど、なんだろうな。ちょっと触っただけですぐ動く感じ。で、方針はね、方針は動かないです。方針は動かない。うん。動くのはだからこの角度が開くのと、この方台が回ると。ここだけですね。あとですね、ここも動くようです。ここ、多分、ボディに取り付けるところ。ここが、こんな感じで、わかりますかね？ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、これがまあ、上下に動くということです。まあだから、ここら辺はボディにつけた時に、効果を発揮すると。多分そういうことだと思います。セントルイスはアメリカの従順洋艦ということなので、実在した軍艦を模してデザインされているんだと思います。おなじみの赤とグレーのツートンカラーですね。造形もわかりますかね。細かいモールドのようなものが彫られているのと、そのモールドに合わせてシャドウも丁寧に吹かれています。甲板は青なんですね。渋い青。ただここもですね、木目なのかな、しっかりとモールドが彫られてます。で、その動く偽装の内側には、ドアでいう長板のようなものがついてます。ここも細かいんですが、芯のところはゴールドで塗装されています。ただ、軽巡洋艦というにはかなりの重装備で、砲台が1、2、3、4、5、5台。なので3、5、15、15門ついているということですね。だからお胸もでかいんですね。で、これが MK16.6 インチ砲。実際のセントルイスも同じように15門ついていたらしいです。で、なんだろう、これ、撃ったら煙が出るところ？縁が金色に塗り分けられています。これがめっちゃいいアクセントになってますね。いやー、しかし細かいですよね。この回るところとか、まあ、一つ一つが丁寧に造形塗装されているんですよね。で、この小さいのが、これが MK12.5 インチ砲。これも実在するセントルイスと同じで8門ついてます。ここは非常に細いので壊さないように注意が必要です。あとはこの煙突とか、ここも上の方は煙が出る穴が開いてますし、で、船底の方もですね、きちんと丸みを帯びた造形になってます。で、ちょっとね、わかりづらいかもですが、きちんと舵もついてます。ここも小さいので、破損には注意が必要です。本体以外の付属品は、台座とボディと偽装をつなげるパーツ、さらに支柱が3本付属します。軽装バージョンで飾る場合は、このまま本体を台座に取り付ければ OK です。で、このようにセントルイスの足裏に穴が開いていますので、それをこの台座の支柱に差し込むだけです。台座の大きさは標準と軽装で違うのかな？まあ、もしかしたら軽装の方が小さいかもですね。では、一度ですね、この状態で見てみましょうか。偽装をつける前にね。ではですね、この軽装の段階でいろいろと見ていきましょう。まずこの髪の毛ですね。非常に綺麗な髪の毛。僕はこのフィギュア、この髪の毛が一番綺麗だと思います。素材はクリアパーツでできていて、薄いブルーで塗装されています。毛先の方が透明感が強くなっているんですが、毛先の方はね、薄いパープルのグラデーションになってますね。
ハイライトの部分はパールがかったホワイトで吹かれていて、まあ、ここがね非常に綺麗です。そして立派なアホ毛も存在感を出していますし、髪型はサイドテールですね。弱いと髪の毛がウェーブかかったような感じになってます。いやーいいですね。このアップにするとうなじが見えるんですよね。この雰囲気ね僕大好きです。でこの黒い髪飾りは何かね筆に関係のあるものでしょうかね。そしてお顔、すごい美人です。やや切れ長の瞳で癒し顔、結構前髪も深くかぶってて、ちょっとねイケメンっぽくも見えるんですよね。肌は白いです。透き通るような肌なので頬の赤みが紅葉してるようにも見えますね。最高に可愛いです。そしてダイナマイトバディ、まあ、特にねお胸が、でこれ横の方がですね透けてるんですよ。まあ、実際は透けてるわけではないんですけれども、この白いところ、ここに上から肌色でシャドウを吹いているんです。このお腹周りなんかもそうですよね。この衣装の密着したピチピチ感とともに透け感もびっちりと出ていると。しかもここ良い子には見えるかもしれませんが、何かが透けて見えるような見えないような。さらにねここ横の方、ここもですねピチピチ感を演出するための細かいシワの造形が入っていたり、でここにひし形の穴がね3つ開いてるじゃないですか。で真ん中の上わかりますかね、めっちゃね小さいんですけど、何か白い紐のようなプリントが施されています。まあこれ位置的にあれじゃないかと思われますが、まあ想像力をかきたてられます。で背中の方もねめっちゃ色っぽいです。でかい乳を支えられるのかと思うこの華奢な肩と肩甲骨、そして脇が締まった造形、なぜかこれフィギュアなのにフェロモンが出ています。あと一つ気になったのが、腕もこのように綺麗な造形塗装で仕上げているんですけれども、右手はなんかこのラインの入った手袋で、左手はラインのない手袋に、何ですかねこのポーズは。イラストだとここがキラッとね光っているんですよね。そして足、長すぎる足、このセントルイスね8頭身くらいあるんですよね。しかも細いと、でケツも乳に比べると小さい小尻です。まあはみ出てますけどね。で白いオーバーニーを履いていて、ガーターベルトで留めてます。でサイドには青いラインが入っていて、 CL49 という文字がプリントされています。でこのニーズもですね透け感が出ています。上から薄く肌色でシャドウが吹かれてます。そして足にはブーツ、まあブーツというかヒールですかね、あのとてもね可愛くない硬そうなヒールです。でおなじみのカチのようなものがついています。これ動きそうですけど動かないですから固定されてます。でこれも何か、まあカチというよりは何か武器のようにも見えますかね。ではですね義装を取り付けていきます。で義装を取り付ける場合は、まずこのセントルイスにですね、このパーツ、このパーツをセントルイスに取り付けます。なのでまず先にですねセントルイスをばらしていきます。そしたらこの外した上半身も破損に注意しながら頭を外して、鉄のパーツ、まあ実際プラスチックなんですけども、これも外します。こんな感じで、でこのパーツ、このパーツもですね、あの分離ができるので、ここの部分をよいしょ、このように外します。そしたらそのパーツを胴体にこうちょっと広げながらですねはめていく感じらしいです。こんな感じですね。でここに外したボディを戻します。はい、色移りに注意しましょう。こんな感じかな。でさっき外したこの小さいパーツを戻すと、ここに穴が開いてるんでね、そこにはめ込むような感じで、さらにここをはめるって感じかな。わかりますかね、こんな感じになってます。そしたらさらにさっき外した頭を戻して、そしてこの状態で義装を背中に取り付けます。で、今取り付けたここの部分に穴が開いてますので、ここに義装を取り付けます。ここもですね、破損とか色移りに注意しながらはめ込みます。
そしてこれが偽装をつけた状態なんですが、これだけだとちょっと保持が危険なので、この支柱を使ってこれをまずですね、この一番短いやつをこのお尻の後ろのところに差し込みます。こんな感じですね。でさらにここにもですね、支柱を差し込みます。でこのようにですね、視聴者さんからものコメントをいただいていたんですが、支柱が本来なら左右非対称のものがどうもね、同じものが僕のところには入っていました。これ結構この不具合多いっぽいですね。だからこれもしかしたら気づいていない人もいるかもですね。僕の方はね、とりあえずサポートには連絡をしました。ただ今回はもう時間がないので、この状態で撮影をしていきます。いやー、しかしいいですね、これは。いやー、素晴らしいです。やっぱりね、偽装をつけると雰囲気が全然変わりますね。一気になんだろう、こう重々しくなったというか、凄みというか、ずっしり感、重量感は間違いなく出ていますよね、お胸以外でも。あとはなんだろう、こう上半身の方だけ写しているとなんかこう裸エプロンみたいななんかね、そんな風に見えてしまうのは僕だけでしょうか。なんかこの船の上によっこらちょっとこうセントルイスが乗っかってるかのような、なんかね、そんな感じにも見えますかね。まあなんていうか埋もれているような感じ。いやーでもいいですね。ただなんだろう、まあ、さっきのね、八頭身もこうなると逆にバランスが良くなるというか、まあなんかそんな感じもありますよね。でこれ砲台とかね、いろいろとこう動いたりするんですけれども、でも別にね、これ動かなくてもいいと思うんですよね。もうなんかこれがあるだけで素晴らしいと思います。この偽装がいてくれるだけでセントルイスがなんかね、落ち着いて見えますよね。最高です、最高でございます。やはりね、アルターの偽装付きはたまらんですよ。最近プリンツもそうなんですけれども、こういうのが復活して本当にね、僕は嬉しく思ってます。お乳だけではないですから、求めているものはね、美少女に何かこうごちゃごちゃと武器をつけてしまえば買うんです、買っちゃうんです、マジでいやでもね、冗談抜きでこれはね、本当に良かったです。ごちそうさまでした。残さず全てを堪能させていただきました。で今後のアズレンアルターですが、キンキンだとルトリオンファン、これが延期されなければそろそろ出る予定です。これもちょっとだけど、偽装がついてるんですよね、楽しみですね。ただ個人的にはこれが一番の楽しみ、まあ来年になっちゃうんですけれども、ボルチモア、これはね、もうめちゃくちゃ楽しみですね。僕の好みにドストライクなんですよ。もちろんね、この偽装をつけた状態での話なんですけれども、もうこんなんだったらね、僕いくらでもお金出して買いますから、じゃんじゃん出してほしいですね。あとはまあお乳のでかいのが多いんですよね。なんかね、春のアズレンお乳祭りとかなんかできそうですよねではでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。フィギュア大好きといかんでした。